ツボリューム2始まりまーす。
次の曲いきます、はい。やりませんということで今日は猫ジャンキーからキーボードつねちゃま参加していただいて1曲合わせてもらおうかなと思ってます。緊張してる？緊張してる。緊張してる。つねちゃまですよ。ピアノを弾きます。来んなや。準備。あ、ちょっと
なんだよ。なんだバカ野郎。なんだバカ野郎。そういう人いてば。はい、以上ですよ。洋楽バンドから歌謡曲バンドまでいろいろ出るので、ヒデノンはアコースティック担当なので、全曲こんな感じのアコースティックな感じの曲ばっかりにしてきました。アコースティックしかできません。もうちょっとなんかジャカジャカやったりするやん、いつも。
ね、また喋るよ。喋るよ。そう、次の曲ね、緊張するから。アコースティック緊張するんだよね。そうね。ね、ね、指が震えてね。頑張れ。聞けますか？はい。はい、どうぞ。見えるね。
次のライブは5月ぐらいになんかあるかな。何も決まってないけど、なんか、うん、なんかしようかなと思ってます。ざっくりそんな感じ、はい、他は何も決まってないです。はい、ということで、はい、最後の曲です。あ、そうそう、この鍵盤ハーモニカめっちゃ可愛くないですか。可愛い。黒鍵のとこもピンクなんだよ。可愛い。黒鍵じゃないのね。だからね、赤ちゃんのおもちゃのラッキーみたいな音がしてすごい気に入ってるんです。はい、そんなわけでちょっとだけ吹きます。はい、思い出せよ。Thank you.